受刑者は1915年、フロリダ州の周りに収穫の木材にリース囚人貸し出し制度は1865年のアメリカ合衆国憲法修正第13条による奴隷の解放の後にアメリカ南部で設定された懲役制度。この制度はある料金を州に支払った民間企業に囚人の貸し出しを許可することを伴った。囚人は 日中刑務所の外の会社で働いて、夜には刑務所に戻った。犯罪学者のソーステンゼリンは、著書、スレイブリーザピノルシステムの中で、囚人貸し出し制度の唯一の狙いは、囚人の労働力を最大限に搾取する借り主と、借り主に囚人を売った政府の財政上の利益と書いている。合衆国での囚人貸し出し制度の使用は、 南北戦争後のレコンストラクションの時代に遡ることができる。農家と実業家は彼らの奴隷が一旦解放されると代わりの労働力の人口を見つける必要があった。1868年5月11日、ジョージア州の暫定知事のトーマス・ルーガーは労働不足の問題の解決策としてジョージアアラバマ鉄道で働くためにウィリアム・ホートへ100名のアフリカ系アメリカ人の 囚人の貸し出しを交付した。囚人貸し出し制度の使用は急速に広がり、鉄道、最高農業、抜木の作業への労働力の供給に使用された。民間企業に貸し出された囚人たちは、しばしば停止、乱用、残忍さで苦しめられた。州の政治家は、制度の除去の要求に抵抗した。囚人貸し出し制度が使用された州では、 このプログラムが刑務所運営のコストの372%の収入をもたらした。明らかにこの監修は州政府にとって非常に有益であり、言うまでもなく囚人労働者を利用した事業を主にとっても非常に有益であった。囚人化し出し制度と臨時法は合衆国の多くで手を取り合って栄える双子の悪名である。それらは我々の同胞が今日苦しむ。 階級立法の二つの大きな副産物であるフレデリック・ダグラスこの監修の一つの結果は南北戦争後のアフリカ系アメリカ人の収監者数の移り変わりであったテネシー州の刑務所のデータはこの変化を物語っている1865年10月1日のナッシュビルの主な刑務所においてアフリカ系アメリカ人は収監者数の33%を表していたが 1867年11月29日には、この割合は58.3%まで増加していた。1869年には64%にまで増加し、1877年から1879年までは67%という最高値に達した。週刊者数もまた増加した。ジョージア州では1868年から1908年の40年間で、 週刊者数は10倍に増加した。ノースカロライナ州では、1870年の121名から1890年の1302名に増加し、フロリダ州では1881年の125名から1904年の1071名になり、ミシシッピ州では1871年から1879年の間に週刊者数が4倍になった。アラバマ州では、 1869年に374名、1903年に1878名、1919年には2453名になった。囚人貸し出し制度は20世紀前半にゆっくりと段階的に廃止され、1928年にこの習慣を禁止したアラバマ州が最後の州となった。あるものはこの制度の終焉は囚人に与えられた。 告白の扱いが表出した結果と考えることができると信じ、また別のものは全体的な立法の修正条項から政治的な報復や仕返しまでに及ぶ原因を示している。もっとも囚人貸し出し制度はそれ自体は見えなくなったが、それでも他の囚人労働の形式は、プランテーション、産業刑務所、そして有名なチェーン、ギャングといった様々な形で続いている。 ありがとうございます。